こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスピードシャレード、シェイクチャーマー。この馬も好スタートを切りました。ウィンドカフェ前に行きそうです。スピードシャレード、それに続いています。さらにはパッションシュバリエ、15番スクリーンサクセス、その後ろアラビアキャップ、後方に控えました。それでは先頭から先手を取ったのはシェイクチャーマー、その外に進行ラブリー、その外からスピードシャレード、並んで10番パッションシュバリエ、その外からスクリーンサクセス、内からはクールレター、バースト、そのうちに続いています。カワッチトリビュート、後ろからサイエダティ、そのうちに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前に戻りましょう。さあ先頭はカルチャーバルチャー、スピードシャレード、ほとんど差がありません。ウィンドカフェ3番手、カワッチトリビュート、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。ここで先頭は進行ラブリー、進行ラブリー先頭、2番手はパッションシュバリエ、あと 200m、 進行ラブリー先頭だ。リードは1マシン、後続の足色はどうか。サイエダティ迫る、進行ラブリー先頭だ、進行ラブリー1着、進行ラブリー1着、2着にはどうやらアラビアキャップ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前はロックソング、2番手はイタリアンプレイ、ワルターズアリーナ、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロックソング先頭、差はほとんどない、残り 200m、 ロックソング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。イタリアンプレイ抜けた、ウルフハウンド迫る、イタリアンプレイ、イタリアンプレイ1着、2着にはどうやらウルフハウンド、勝ったのはイタリアンプレイ、見事な勝利です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハイキキルデー、これは遅れてしまいました。オーシンイーグル、こちらもダッシュがつきませんでした。オースミダイナー、前に行きそうです。親部エース、それに続いています。さらにはハイプスワロー、11番金豊王、その後ろグレートホープ、後方に控えました。もう一度先頭から、先手を取ったのはハイプスワロー、その外からオースミダイナー、ピンクの帽子、親部エース、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはハイプスワロー、間が空いてアナセール、その外からオースミダイナー、その隣に親部エース、ホワイトパーク、すぐ後ろ黒の帽子、オーシンイーグル、その後ろ金豊王、すぐ後ろその後ろにボギツイスト、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。オースミダイナー先手を取りました。黄色の帽子、ハイプスワロー、その後ろすぐ後ろに親部エース、さらにはアナセール。さあ先頭は依然として10番オースミダイナー、
ハイプスワロー、ほとんど差がありません。親部エース、3番手大外からオレンジの帽子ミスター東人伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大隅ダイナー先頭、ミスター東人先頭、2番手は大隅ダイナー追いすがる。残り 100m、 ミスター東人先頭、2番手は金湯隆雄、ミスター東人1着、ミスター東人完勝、ミスター東人1着、2着は金湯隆雄。これが世界を制した実力だ、ミスター東人。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭は光栄アンバー、光栄アンバー先頭、2番手は光栄アンバー、ゴールデンジャック抜けた。エアーレグロ迫る、大外から一気にエアーレグロ、ゴールデンジャック、ゴールデンジャック1着、2着にはどうやらエアーレグロ、見事に勝ちました。ゴールデンジャック、エアジョイ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。